あ、もうそれ外そう。なんやっけ、あのよくわからん、よくわからんとか言っちゃダメだ。定型文消します。定型文消します。ないかな。ほんまんま。暗いかな。そんな暗くはないか、別に。あ、待って、今日焼肉派って書いておこう。焼肉派、暗くない。じゃあいっか。じゃあ良いですね。さっきあの山賊に行った時のあの動画をまとめて、一つの動画を作ってました。一つの動画を作ってました。でもなんかあの多分動画が重たくて、あれに載せれるか微妙なんですよね。セトラブ、載せれるかな。こういうのはね、インスタがあったらインスタのあのリールとやらに載せれるんですけどね。ツイートはしない。ツイートはしないです。すいませんけど。前なんか載せたと、動画載せた時も結構重たかったんですよね。結構時間かかった。番外編として載せるのもありだなみたいな感じ。どうやろう、どうでしょう。そう、サイズ自体ね、重いんでね。ストラムはもともと割と重たいので、ちょっと乗せれるか微妙なところではある。昨日セトラブのスタカフェ見ました。見てくれました。朝香さん、龍一さん、としやすさん、ピラシさん、ライディンスさん、タレ、ありがとうございます。ケさん、肉、ありがとうございます。かわいすぎた。そう、かわいすぎるカフェなんですよかわいすぎるカフェだったんですよ。でもね、ぜひね、あそこをね、貸し
切って貸し切ってくださいよ。なんかここの毛が貸し切って皿おたの人だけで会を開いたらもうそれはもう味方しか仲間しかおらんけん。いいじゃん。動画は載せないっけ。いや動画も載せれるはず。あれ動画載せ、どうやって載せたっけ。これか。チカッパの日チカッパの日に間違った。やってもらうしかしかしか。うわサイズが大きすぎますって。あーやっぱそうなんですね。動画載せようかと思ったけどやっぱ重たいっぽい。重たいみたいですね。乗せれるあれが決まってるっぽい。なんかちっちゃくできんのかな重たさを。ショーとかにしたらいいかな。いやどれにしても MB ってやつ変わらんじゃん。ショーショーにしてみようか。ショーにしてみたらショーでも小中大どれでも変わらないんですね。ダメじゃん。ダメじゃん。じゃあ前回載せたのはファイル軽かったんかな。分けたくないんですよ。分けるぐらいだったら載せない分けるぐらいなら載せない感じです。なんか一つやけ意味あるんですよねこの動画は。分けたらちょっと違うんだよね。でも言うて2分3分ないぐらいなんですけど重たいんか。再エンコード何エンコード分からんや。クーカさんでもセトラブやっとる人じゃないとね。でも多分重たいのは無理なんかな。まあね前載せた動画は短かったのでね。あれは結構そう考えたらiMovie? 何それ何それ iMovie? 前回の短かったよね。多分1分あったっけぐらいやった気がする。いつ載せたっけ。これかこれは。果たして40秒しかないのかこの時は。なるほどね。でも
画質落としたくもないけど、でも画質この文字入れんかったらいけたかな。ちょっと手を文字入れんかったらもしかしたら軽くなるのかな。画質はね、みんなが見るあれとしてはだいぶ大事なはずよね。画質悪いとちょっとさ嫌じゃない？これをこう保存してこれをここに保存してこの保存したこれを保存してん保存してこの保存したこれをファイルをコピーしてちょっと今適当に、さ機械類は強い方なんですよ割と、ちょっと適当にやってみてます、できるかどうか適当にやってみます。これをここにまあここにさ、これで適当にならない？やっぱでかいんか。これをさ、エンタービデオって何？エンタービデオって何ですか？エンタービデオ。インタービデオ、エンタービデオ、何これ。まあ。文字を消そうかな。文字を消してしまえばいけるかな。容量を軽くする、さすがにそんなのそんな技術は、あ分かった、これだ、あこれだこれだこれだ、画質落として、あこれだ、画質落として、画質を落としてみた今。これでやってみよう。やってみよう。でもこうなるってことはいけたかも。いけた説分からん、まだちょっとまだ期待をさせんでおこう。でもビューラーをした時にビューラーをしたら急に右目のコンタクトがちょっとダウンロード待ち消えて、それから右目のコンタクトが行方不明なんですよ。でもなんか入ってももうどうやっても出てこんし、まあビューラーをした時にでも落ちた様子もなかったんですよ。けどまあ落ちたと思い込んでます現在進行形
まあまあまあどっかに落ちたんだろうって思うようにしています。さんおいでます、元気さん、バラありがとうございます。なんかねそのうち出てくるかなと思ったけど出てこないんですよ。やけんまあまあないかなみたいな。目の裏、えでもなんか調べたら目の裏なんかに入ることはありませんって書いてあったから、まあ落ちたかな、気づかぬうちに落ちたかなと思って。そうなんか目の構造上この目の奥っていうかなんか目の裏とかに入ることは絶対にないって書いてあったんですよ、眼科のやつ見たら。だからまあそれならそれなら大丈夫かみたいな、それならまあ大丈夫かねと思ってもう放置してます。まあ、コンタクトをね長いな、コンタクトをしとる人からしたらまあまあまああるあるじゃないですか。でもどんなにこうまぶたをあったりしても分からなかったからまあじゃあ大丈夫かなみたいな大丈夫かと思ってずっとぐるぐるなっとる。でもこれぐるぐるなるってことは多分なるんですよね、時間をかければ。そうたまにね端から現れたりするんですよ。けど今回に関しては出てこんかったけん、まあきっと落ちたって信じてます。まあどうにかなる、どうにかなるだろうと思ってね。中野さん肉ありがとうございます。まあいつか出てくれるよ。動画をダウンロードしてるんですがなかなか時間がかかりますね。あ来た、来たかもしれん。これは待ってくださいね、あこれは最終確認に入ります。最終確認に入っています。もういいじゃん。いけたかもしれん。でも画質落としたけどそんな落ちてない。なんかでもセトラベに乗せたらあの色が変わるんですよ。なんか勝手にフィルターがつくんです。まあこれは前回同様やけんまあ仕方ないけど、なんか昔な感じのフィルターがつくんですよね。でもまあ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 ね、天才じゃん。適当にやったらできたよ、ちゃんと。いいじゃん。かもしれないね。結構長いんですよ動画。これ見せたら、見せたらあれかな、バンされるかな。音楽がかかってるけん。何の動画、あのこの前の山口に行った時のなんかチラチラ動画だけは見せたけど、あのそれを一つにしたやつ。音消して見せたらなんかしょぼく見えるから、それだったら見せないんですよ。でも別に STN じゃないわけじゃない、 STN の曲じゃないわけじゃないけど、まあいける気もするけどね、いける気もするけど。ちょこちょこほら長いんですよこれ、動画めっちゃ長い。そうペダル
ぐらいやけん大丈夫かな。でも今がイケてるってことは大丈夫な気がするな。音出しはちょっとしょぼいんだよ。音ありきのこういう動画。あ、いけた、いけた。3分弱ある。切れた時は切れたで仕方がないね。音には特に意味ないよ音は特に意味ない。なんかどれっぽいかなと思った時に、まあペダルっぽいかなと思ってペダルにしただけ。前回は夏やったけんサングラスデイズにした。ただそれだけ。あ、でもいけた。これ乗せれるってことは、今乗せんどこ。あ、間違った。あ、間違った。じゃあ配信終わってから載せますね。これはストラブに配信終わってから時間かかるし、みんな見るのにも3分ぐらいあるので、割と時間があるので、チラ見せは こういうこんな、あ、めっちゃ見れるじゃん。ここでも、あ、これはもう音なしにした。おとなし。続きはセトラブでにしよう続きはセトラブで方式。でもあと音もちゃんとあるから、音も含め続きはセトラブです。続きはセトラブ、まあ飛ばして、まあ飛ばして、まあだいぶ飛ばして、飛ばしておくよ。でも高いんでしょって。え、でもサラのこれはちょっと続きはセトラブで、サラのセトラブ、でもサラだけじゃないけど、サラのセトラブはお得だよ絶対ちゃんとそれ相応の価値あるはず。しかも今なんかメールみたいに登録したら登録した日からってわけじゃなくて、セトラブはちゃんと登録したら過去のやつもちゃんと見れるから、全部見れるからって感じ。でも重たいんでしょうって。でも最近そんな重たくない。なんか最初はマジで重たかったけど、最近そんなに重たくないです。そこまで言うほど重たくない。言うて重たくないよ、そんなに。他のメンバーの頻度、まあ見てみたらわかるんじゃない見てみたらわかるんじゃない、最新の投稿が何ヶ月前かどうかとか。矢島さん、タレポポさん、
ゆーちゃん肉、マジスカさん肉、ゆーちゃんタレ、直太郎さんハート、マー君サンゴさん肉、ありがとうございます。マー君サンゴさんまたまた肉、ありがとうございます。今日はコンタクト外そうかな。めっちゃ目が乾燥するし。決して目玉に手を突っ込んでいるわけではないですよ。まあ何も変わらんけどね。ちょっと近くなる。すぐ乗せれるようにしとこう。さっき間違えて削除してしまった。さ、動画編集の何か教えられたらもっとちゃんとできるようになるかもしれない。番外編で載せよう。番外編、番外編、マークさんごさんまたまた肉、ありがとうございます。たくさん、もしかしたらこの配信中に消えたコンタクトが目から出てくるかもしれない。あとちゃんとちかっぱ祭りの、ちかっぱ祭りでの近くのおすすめの、まあ、カフェ以外もね、番外、まあ番外編すぎる。でもメール、あーそうね、メールはね、メールは瀬戸内じゃなかったらなんか場所の名前、お店の名前とか詳しく出せないので、出せないので、ってなったらセトラベになるんですよね。まあ、セトラブかな、まあセトラブかメールで、福岡のカフェじゃないおすすめもちゃんとお教えします。でもそしたらちかっぱ祭りの始まる前、お昼時がそこにサラオタクがいっぱいおることになるかもしれない。サラオタクみんなそこにおることになるかもしれない。ポポさんありがとうございます。時間かかるの。今日のメイクは完璧だねって。いつもと何か違うか。月曜休みどういうこと？
農家の人とかやったら多分お店の名前あできた言わんくても多分わかるんですけど、福岡じゃない人からしたらね、その辺のどこに何がどうあるかとかをさ知らないのでね、あれよね、そんなわからんよね。これでいいのか。あ、ちょっと待った。なるほどね。例のカフェ。カフェはね、もう紹介しまくったから、みんなは行くところを悩めるぐらいあるでしょう。6、7。あともうチカパ祭りのために8個ぐらい福岡のカフェをまとめてボン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 って紹介したからするから、全部含めたら8個も紹介したらそりゃそうそう回りきれんよね。みんなはもう回りきれん前提なんですけどね、サラは。まあ分散していただいて、いやでも全部は1日でチカッパ含めの全部行こうと思うと 100% 無理なものです。その福岡とかに住んどってちょくちょく行くとかはできるかもしれんけど、さすがにね、距離的に日帰りは、まあ日帰りの人で行くことはまあ絶対に無理だなって感じかなって感じかな。ついでに夜ご飯の店も紹介、無理無理無理です。自分で決めな、夜ご飯ぐらい自分で決めな。胃袋的にも無理、全部回るのは無理です。胃袋の問題的にも普通に無理だと思う。多分甘いのだってマカロン何紹介したっけ、マカロン紹介したし、マカロン紹介したし、あと何紹介した、今まで。まずこの可愛いカフェを突破して、たい焼き食べて、マカロン食べて、パン食べて、あとはまあまだ紹介してないけど、まあ無理と到底無理ですね。でもなんか思うのは、この今回のものづくりプロジェクトのやつもそうやけど、なんか今までで一番早くて、あのキットものづくりのキットが今までで一番早くて、次の日の午前中になくな売り切れたらしくて、で今回が配信終わって 1,2 時間でもうなくな売り切れてたんですよ。セトラブのサラが紹介したカフェも1個紹介したら、その1個紹介したカフェにつき絶対誰か1人はサラのファンの人とか言ってくれとるし、なんか行動力高い人が多いなって思う。いつもこうなんか遠征にしてもそうやけど、なんか行動力ある人が多い気がする。だからこそ
ちゃんと早くカフェをしたい。あのサラカフェを、まあ、まだセトラップ始めて9、10、11、まだ3ヶ月やけどさ、まだ3ヶ月ですけど、でも早く実現するんじゃない、セトラブの人、サラのセトラブ一番素晴らしいって褒めてくれたし、しかもサラのファンの人はフッカルですって言えば行動に実行する方が多いので、カフェも開いたら来てくれますって言ったら、ちゃんと実現近くなる気がする。サラカフェは福岡、いや別に何にも決まってないよ、何にも決まってないけど、まあやるなら福岡ではないかな、さすがに広島かじゃない、さすがにね。まあいつできるのかわかりませんが、わかりませんが、アピール大事、確かにね。本当に活気、サラが普段こんな喋らんもんな、語らないのでね。語らないからさ、そうね、看板メニュー何も決めてないよ何にも決めてないけど、まあ早めにできたらいいねって感じ。まあコロナの問題とかもさ、多分あると思うんですけどっていう話になった時に、まあ独り言のカフェができたからできるんじゃないですかっていうことも言ったので、さらちゃんと独り言で語るカフェができるんだったら、まあそのサラのカフェもそういうあの何感染のさ、あの何なんていうっけ、パネル置いたらたりすればできるんじゃないですかって言ったし心意気はありますよ。マジスカさん、肉ありがとうございます。辛いやつメニューに入れようよって、まあまあそういうのもちゃんと話は進んでないけど、サラの中では進んでますから空の中では勝手に進んでますから、まあまあ任せなさいよというやつですよ。イモース、まあ、まずはセトラブからねやっていただいて、ですよ。ああ、間違い。
今ね、その動画の最長どれにしようかなって、ここにしよう、ここにします。もちろんね、もう何年間もあるような無理とは思うけど、期間限定でねやってね。まあまあ任せてくださいよ。 AKB カフェに毎週のように行っていた女ですよ私は。あ、もうめちゃめちゃちょっとわかりますから、カフェについて、 AKB 系のカフェについてはちゃんともう全て分かってた、分かってるから、お任せあれ。来ましたよ。キャワワって、ありがとうございます。待ってましたよ。まあそれだけ言ってないと、前見せたけどあれだけのコースターは集まりません。あれはそりゃね、言ってないと集まりませんよ。福岡にあったけんね、行けてたんですよ。ね、最近はね、もう48グループのカフェもなくなってしまったし、その点 HKT さんは羨ましいなと思う。劇場にさ、まあ、カフェっていうかカフェコーナーみたいなのもあってさ、いいよね。して言うにも専用劇場戻ってきてよ。西洋劇場戻ってきてくれよ。多分ね、船がね今まだあったら、このサラのセトラブのこのカフェ、カフェやりたいってやつもちょっとだいぶさ、もしかしたらね、だいぶ早く実現しとるかもしれんよね。カフェあったしさ、カフェコーナーみたいなのあったしさ、まあ、船っていうものもあるしさ、あの岸壁もあるわけやけんさ、ガンダムカフェもなくなるの、秋葉原の。そうなんだ、最終的に何になる。ライディンさんに行く、ありがとうございます。え、アイス懐かしい。アイス何回か食べたことあるや。そう、カフェできたな、できやすかったかもなとかと思うけど、ちょっと今ダウンロード待ちです。高いお水も思い出。じゃあサラカフェで行ってあげましょうか。サラカフェで
水、瀬戸内の水復刻版500円、復刻版で売りましょうか。そんなみんな大好きや、みんな大好きじゃん、そのなんだかんだ500円の水大好きじゃん。それだったら再販してあげるよ復刻版、復刻版なんでね、値段もそのままで、復刻版ちょっとプレミアついて、プレミアで、なんか長いな、ダウンロード、あれなんでだ、なんでだ、コースター付き1000円いいね、水、水にしかコースターつけんとこうかな、特典水に、水にだけ、水限定、水購入者限定コースター、なべなべさん肉ありがとうございます。最低だぞって、その水を悪者扱いする方が最低だぞ最低だ、みんななんだかんだで水大好きじゃん、何かと話題、何かと話題に STU の水出してくるじゃん、だって何かと、STU 名物ですから。サラが儲かるならよし。いやそれはないな。それはきっとないな。なんかダウンロード長いな。買ったことあるん逆に。そう、みんながネタにしてる瀬戸内の水は皆さんは逆に買ったことはあるんですか。買って飲んだことはあるんですか。飲んだことはありますか。ちなみにサラはありません。ボトルにサインを入れれば売れる。じゃあ水、水復刻版ランダムサイン入りランダムサイン、ランダムサイン付き、ランダムサイン付きコースター付き、んランダムサイン入りコースター付き、あ、できた、どうよ、あ、バイ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 、
最初は水しか売ってなかった。そうなんだ。あ、これ文章つけれんね。じゃあこれでいいか。19時20分ぐらい投稿されます。セトラブ、でもさ、ランダム嫌いやったけど、でもランダム好きでしたよ。嫌いやけど好きみたいな感じだって。コースターとかもランダムじゃなくて選べるにあったとしたら、あんま楽しさ半減って感じ。ランダム嫌だって思いつつランダムを楽しんでいる自分がいるんですよ。きっとそうだ。みんな ランダム沼にハマってるんですよ皆さん。きっと気づかぬうちに。赤月マンさんありがとうございます。スマイルさんありがとうございます。気づかぬうちにみんなはランダム沼にハマっている。いや、あのグッズのランダムはね、確かにサラもちょっと反対派やけど、生写真のランダムぐらい、コースターとか生写真のランダムぐらいは普通に、それがそれランダムあってのって思ってますよサラは。ジャンダムとかも確かにそうやけどさ、ランダムやけんこそ楽しい。あのだから人間はさ、あのくじ引きを引くんじゃないですか。そうだよ。そら割とランダム好きやけどな、ものによるけどね。コースターとか生写真ぐらいのランダムなら全然楽しむ。なんか大きい、なんか大きいグッズランダムとかは確かに嫌やけど、なんかそんなランダムであって困らんようなものならいいかなって感じ。サラミもついに上が分かって、いやランダムはもともといいと思う。あのグッズのランダムは私は肯定していませんが、そこに関してはもともとサラがそういうノールなだけです。自分は当たるっていう確信がある。あ、そうなんかな。実は実はそうかもしれない。実、あ、確かに自分に運がないって思ってる人はランダム否定派なんじゃないけど、ある程度自分の運にちょっと自信がある人はランダム肯定派なんかもしれない。それすらをもう楽しむ感じ、楽しむことに多分変えてるんですよ。ポジティブになればランダムも楽しいよ。ものによるけどね、それはもちろん。確かにさ、福袋とか逆にあんま買わんかも。ランダムっていうか、あのなんかさ、いらない服がいっぱいあっても困るじゃないですか、着ないから。けどまあ推しじゃない生写真があってもその置き場所とかに困らんし、まあ困ることはないじゃないですかって感じ。だからって感じ。確かに服とかは嫌やけどね。否定派の僕泣いたって。否定派にならなければいいんですよ。楽しめばいいんだよ。否定派になるから楽しくなくなるんだよ。
全て肯定してしまえば人生ハッピーよ。ランダムがあるからこのスリルが楽しいんだみたいな、肯定派になれば人生ハッピーです。なるほどね。まあ物によるって感じ置き場所困らんものとかは大丈夫みたいな感じ。そんなもんさ。かわいそうだ、ランダムは嫌われてアイドルには皇帝ペンギン、じゃあいいじゃんじゃあいいじゃん。でもちょっと福袋、今年なんか福袋を買いたいなって。最近福袋を AKB グループの福袋を買わなくなってから福袋というものを買ってないから。あ、てか STU ないんかな、福袋ないんかな、今のところ出てないよね。あ、そう、福袋、何かしらの福袋買いたいなって思ってる。ジェラピケにしようかな。ジェラピケ、うん、何かしら、何かしらの福袋買いたいなって思っております。ランダム教なんで私はランダム肯定派なんでね、ランダムを楽しめるタイプなので。部屋着とかパジャマぐらいのランダムだったら楽しいからさ。福袋はね、本来の値段とかより安くなっとるしって考えたら全然良いので。よいしょ、マジフカさん尊い、ありがとうございます。じゃあそろそろランキングでも読もうかな。まあめっちゃセトラブの話したけど、まだまだカフェの話は進んでおりません進んではおりません。サラの中では勝手に進んでいますが、できるとなったらすぐできるぐらいのにサラは進んでいますが、まだ STU としては進んでおりません。ジェラピ系の福袋ってもう買えんのかな、もしかしたら買えんかもしれない。確かに、ちょっと。ではランキングを読みたいと思います。48位ゆきひろさん、24位ゼロさん、13位もんちゃん、12位しまんちゅさん、11位なべなべ、30位ピロシさん、9位すけさん、8位あいちゃん、7位やじうまさん、6位あさかさん、5位中野さん、4位マジスカさん、3位ゆうちゃん、2位ライディンさん、1位マー君353、ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。ストラブね、20分に投稿されます。します。ではでは、終わりたいと思います。ありがとうございました。